森岡市総合アリーナは岩手県森岡市にある多目的スポーツ施設である。指定管理者として公益財団法人森岡市スポーツ協会が管理、運営している。1989年に森岡市市政志向100年を記念して開館。1998年の岩手銀河国体の会場として使用された。森岡市の成人式会場としても使用されている。 アイスアリーナから総合アリーナへの改修工事が2016年2月から開始され1年1ヶ月の期間を経て完了2017年4月1日より名称を森岡市総合アリーナと改めた上でリニューアルオープンしたまた工事期間中にネーミングライツ導入が行われ森岡市の建設業高屋が 命名権を取得したことから2016年7月1日より本施設に森岡高屋アリーナの名称が付与されている。当初のネーミングライツ契約は2019年3月31日までだったがその後契約更新が行われ2024年3月31日まで延長された。なおアイススケート場としての機能は2015年から2016年の 岩手国体用に新たに建設、オープンされた通年滑走型の森岡市アイスリンクに移設した。2017から2018シーズンからジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ2部に参戦している岩手ビッグブルズのメインホームアリーナとして使用されることとなっている。2018年には国際テニス連盟公式戦のデハイワールドグループ1回戦として 日本対イタリア戦が開催された。体育館、隠しコンサート、祭事フロアなど多目的屋内会場として使用される。駐車場は約400台収容可能。過去に当機はスケートリンクとして使用されていたが、盛岡市アイスリンク開設に伴い、2014から2015シーズンを最後に取りやめている。観覧席は3098席。 収容人数は5058席。アリーナの他に会議室とトレーニングルームが併設されている。スケートリンク一面。ありがとうございます。